しよし。会津若松の善龍寺にやってきました。東京ではもう散ってしまった桜が今本当に満開です。鳥の声しか聞こえない静かなお寺にお墓参りに来ました。行ってみましょう。いやもう本当に春を絵に描いたような景色です。どちらに行けばいいのかな。そうですね、この辺りは会津藩士の集まっているようなとこですけれど、今私たちはここにいて、じゃあ本堂のこちらに行けばいいんですね。西郷頼母、そして千恵子、私は10年前の大河ドラマの、八重の桜でこの千恵子さんを演じたんですね。その人の読んだ、犠牲の句、那由他家の句のある、日を訪ねてみようと思います。那由他家の日、あっちにありますね。西郷千恵子の辞世。那由他家の風に任せるにいながらも、たわまぬ節はあるとこそ聞け。もういよいよその官軍が攻めてきて、これからは城に籠城っていう時に、女性や子供、千恵子さん自分も含むその子供たちがそういうところに行ってはもう足手まといになると。でまた捕らわれたらどんなことになるかもわからないので、戦う前に自分たちで自決したという悲劇がありました。でドラマの中でもそういうシーンがあって、で本当ならその実在のこの千恵子さんを演じる時にお墓参りに私来なくちゃいけなかったかもしれない。でもあまりにもこの史実が重いのと、やはりこの那由他家の句を読んだこの千恵子さんへの地元の方の思いもとても強いのが分かっていて、なかなか足が運べなかったんですよ。でまたこの悲劇はこの西郷家だけじゃないんですよね。千恵子さんは家老の妻なので、そしてこういう句も残しました、辞世の句も残しましたからとても知られてますけれども、いろんなお家でこういうことがあったし、実際には戦って亡くなった女性子供もたくさんいたんですよね。そういう悲劇を物語るところです。ああもうなんか桜が花びらがハラハラと。お墓の方に行ってみましょう。頼母の墓、そして21人の墓、あこれですね。頼母の母律子、妻千恵子など家族9人と一族12人が自刃したと。お墓はどちらになるんですか。あちらに西郷頼母の墓があります。そして自決した西郷家の21人の墓もこちらに。頼母さんの墓に行ってみましょう。あ、千恵子さんの墓もある、千恵子さんはこちらだ。あ、そうですね、頼母と千恵子さん一緒に入ってるんだ。こちらは頼母さんですよね。今は千恵子さんだから二人で一緒に入ってるんだ。本当だ、ね、一緒に入れたんですね。この辺りはもう坂の上の方までもずっと同じような古びた墓石が並んでいて、どれだけの方がここに眠ってるか、ね、もしかしたらもっと生きていられたはずの人たちが自刃したり戦いで亡くなったりしてるんですよね。10年経ちましたけど来れてよかったです。いや実在の本当に方のお話、実際にあったお話を演じるって本当に重荷です。
会津武家屋敷です。ここも桜が満開。会津武家西郷頼母邸があるんですね。ここは復元された屋敷です。はい、まあそうですよね。家老屋敷、どっちに行けばいいんだろう。まあ順路たどっていきますか。でもこの武家屋敷というのがもう頼母の家なんですよね、きっとね。自陣の場ってあります。復元して全体が資料館になってるわけですね。よくまあ復元されたと思います。石垣にナマコ壁で、中はどうなってるだろう。強そうなね、キリッとしたお顔。33歳、会津夫人の鏡。あのシーンの撮影は本当に辛くて、今あの再現、その自陣のシーンが再現されてますけど、本当にあんな感じで、いや手術だけれども演技なんだけれども辛かったですね。あの本当にちっちゃな子供たちがね、実際に怖がったりして、いやそりゃそうですよ、もう絶対こんなことがあってはいけないという、思いを強くした、そんな撮影でした。この中入ってみますか。台所、おやおや、まあ立派なセットでもこういうところはありました。お客さん来た時に、はい、あの縁側があって、ここになんかお茶かなんか出しにここら辺で控えた気がします。なんかそんな気がします。そっか、この屋敷の中のこういう場所だったのね。あ、もうやだ、ここなの、こういう場だったんですね。子供たちの部屋、そして茶の間、本当にこう自分たちが普段いたところで亡くなったということですよね。まあ、戦えないし、それだけの人数が籠城するとそれでこう食べ物も食べるし、何せ足手まといになる、と思ったんですね。ちえ子さんいました面白い場面ね。お父さんのベッドルームで遊んでいる子供を叱ってるって面白いいや、こんな子がなんで死ななきゃいけないかってことですよ。これ何、団子刺しって何、お正月にこういうのを作るんですね。小判や米俵や鯛、縁起のいいものを吊るすんですね。撮影の時にこのチビちゃんがもう泣き出して撮影できなくなったんですよ、もう怖がって。いや、子供たち、まあ、お芝居って分かってきてるんですけど、でもどうだろう、いや本当に怖かったんだと思います。お姉ちゃんたちも本当に悔しいって顔して泣いてるし、血のりを少しつけたりなんかするところだったん で大人の雰囲気もそこで急に変わるから、泣き合ってもうどうしようもなかったですね。あの時は代わりに来てたすごく我慢強い女の子がね、代わりにやってくれたんですけどね。だからお芝居でも何でも、もうそんなシーンはあってはいけないと、お芝居でもやっちゃダメだっていうふうになぜかもうその時非常に強く思いました。だって
どうだったかしら、10年経って聞いてみたい。どんな風にその時感じたか。その時のね、ちびちゃん。っていうか家族、あ、子供たちはこういうところで食べたのかしら。あ、すごい老不足が、うわ、やり、城から誰かが来るとここで応接間ですね。まあ立派な書だな。過労ですものね。まだ奥があるの？ああ。そう、ここでも撮影が行われたんだ。かわいい。10年前だからどうなってるかな。こんなに広いの？すごいですね。ねえ、ですね。でもきっと寒かったことでしょう。順路こっちだけど、こっちだよね。うん、あんまり関係ないけど、松平片森子は肥後守だったんですね。肥後守だったんだ。まあ、あの役職ってだからそこに赴任してたわけではなく、もう本当に義父のようなものだったんでしょうけれど。知らなかったな。よしよし、桜祭り。もう本当にもうね、この辺散って今ハラ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 落ちてくるところですよ。でもすごい、こんなにパッチリ。お城に桜は本当によく似合いますね。なるほど。人の説明を盗み聞きしちゃった。大きな岩をこの入り口付近に配置するのは、この石垣にね、敵にこう威圧感を与えると。そして悪鬼退散と。いや、なんかね、あの、また熊本城の石垣と趣がね違いますね。まあまあまあ、桜の元にはこんなに人が集まって、うわ、すごい。いや、なんでしょう、桜祭りだ。お醤油かけると美味しいんですけど、かけませんか？じゃあかけましょう。それはかけましょう。醤油がね、醤油が結構たっぷり。ああ、そう。そうなんですよ。醤油かけないとむしろ物足りないっていう感じ。はい、ありがとうございます。香ばしい香りとお醤油の香りがしますよ。結構かけてましたね。いただきます。ああ、なるほどなるほど、うん、これお醤油あった方がいい。味が締まるし、お醤油のねしょっぱさとこのあんこが甘くてちょうどいい感じ。あ、なるほどなるほど。今日は仕事で仙台に行く途中にこの会津若松にちょっと寄り道をして、10年前の八重の桜で私が演じた西郷千恵子さんのお墓を訪ねたり、そして思いがけずこの満開の桜の鶴ヶ城に来てお花見をしたりしました。地元の方に聞いても、今年の桜はもう3月末に咲いて例年より早くてびっくりしたってお話でしたけれども、もうぴったり満開で、でお城にはお散歩しながら桜を眺めているこの平和な風景が広がってます。まあ、戊辰戦争を描いたあのドラマは、ドラマの中でも演じるだけでも辛かったし、あの地元の方には本当に辛い思い出としてこの土地の思い出があるんだと思うんですけれども、やっぱりね、
この鶴ヶ城どんな歴史を背負ってるにせよ、やはりこの町の皆さんの気持ちの中心だと思うし、このお花見でにぎわうこの平和な風景が本来の姿なんじゃないかと私は思いました。気持ちがふわっと明るくなるような、そんな今風景が広がっています。よしよし。